本日はワシントン第41下院選挙区選出のミ・リン・タイ州下院議員をお迎えしてのインタビューです。 キング先出です。アイリーンさんどうもありがとうございます。お会いできて嬉しいです。私も会えて嬉しいです。いくつかちょっと質問させていただきましょう。新型コロナウイルスについて、あなたおよびあなたのコミュニティにどういうインパクトがあったかということ、ご主人が初期代を行うファーストレスポンダーだそうですね。どういう影響がありましたか私の夫は神経科医です。ですから 神経系の疾患をを持つ感染者を見ることになりました知れば知るほどいろんな影響が新型コロナウイルスからあるのだなということが分かってきて神経系の基礎疾患の人で感染する方に対する影響も出てきていてそういう人がかなり多いんです。 ですからそういう患者さんを見ています。では選出されている選挙区あるいはキング郡への影響はどうでしょうか。まあいろんなコミュニティと同じかと思いますがご存知の通り。 アメリカでニュースになった第一症例が発生したのは本当に近所だったんです。私に住むところから。コートランドだったんですけれども、私が住んでいるのがベルビューでありまして、とても近距離の近所です。しかも、州の会員の議会開催中でした。ですので、 かなななりり我々多くにととって大きな課題となりましたおっしゃったとおり、キング郡は人口が最も多く、ワシントン州で密度の高い郡です。また、それと同時に保健省はかなり堅牢なる公衆衛生制度を運営しております、我が州におきまして。ですからそこそここうまく 管理すすることとはできたと思います成績をつけろと言われたら C でしょうか落第ではないけれどもそれと同時に非常に優秀な成績だったとも言えませんですからいろいろな学びがありましたもう少し詳しく 政策の成功事例あるいは失敗事例について教えていただけますかどんな学びがあったんでしょうか。 私はこういうことを強く感じましたつまり成功物語の大きな鍵を握ったのが実は2019年の議会審議ですその際におきまして法律が可決されたんですけれどもその法律は2つの分野で資金を増やす予算を増やすということでしたまず1つ目の分野は保険制度公衆衛生制度の州の制度の基礎を固めるための予算です これはやはり。 地域社会の安全を守るためそして健康を守るため重要だと考えましたそれが非常に今後地域社会づくりにおいては礎となると思いますつまり市民に対して教育の機関を提供するということそして保険医療を十分に市民の皆様に提供するっていうことであります2019年に決めた2つ目の投資ですけれども 衆議院で決めた2つ目の投資ですけれども大幅に精神保険および行動保険学の分野での予算を増やすということです。それはただ精神科医のようなクリニックとか移動クリニックだけを作るというそれだけではなくって医療従事者の訓練研修を 充実させるというための予算でもありました。そして2020年になって新型コロナが発生したところでありますけれども、決して準備万端だったとは言えません。でもその 能力向上を事前に始めていました。特に公衆衛生保健分野で準備を早めに始めていました。ですから、早い対応が可能だったとは言えるでしょう。それが一つの大きな要因となって成功を導いたと私は考えております。二つ目にかかなり前から 我々の州で感染が発覚する前から会話を始めていたんですつまり中国での問題が発生した時に我々の間でも議論しました地理的に中国は遠くない近いだから 感染症だとといいうことも分かってたの性格ゆえにどういう準備がふさわしいのかということを議論しておりましたですから学校の休校も議会の審議が終了した直後に発表しましたし一番危険にさらされる人たちはホームレスの状態下にある人たちだということも分かっていましたので 優先事項の一つとして能力向上の一環として住居を与えるということを優先課題にしましたですからそういった要素が成功の要因となったと思いますただ、えー、あまり成功しなかった事例としましてはおそらく国世界で措置が取られるであろうと 思っていたんです当時まだパンデミックにはなっていませんでしたですから連邦政府のレベルでもうかなり抜本的な一括した対応をしてくれるであろうと州政府だけに頼ることなく措置が取られるんだろうと思ったんですですから州議会が終わった時に予算の審議をして予算案も可決されたんですけれども今振り返ってみるともっと大きな多額の予算にしておけばよかったなと 思っています州政府がいろんな公共サービスを提供して能力向上するための予算を可決したんですけれどももっと多額にしていったならば今のようなパンデミックになって6ヶ月経過した時にもっと良い状況だったと思,思いますすレレポレベルででどう対応するかかかか予測つかなかったからです。 ですから、州の下院議員として後悔している点はその点であります。つまり、州政府と国レベルとの調整の欠如です。経済活動はワシントン州において再開していますか、再開していないのであれば、再開するために何が必要なんでしょうか。緩やかに経済活動は再開しています。ご存知かもしれませんが。 州知事が4つの段階で進めていく政策を発表いたしました。これは緊密に保険証と連携を取って進めるという政策です。また、ワシントン大学のデータを活用するという方針です。加えて並行して地元の保健所のデータも活用しようということです。フェーズ1が始まりました。え。 我がキング軍について説明すると我がキング軍はこのフェーズ1234といったような区分に当てはまらない軍でしたですので第1段階のフェーズ1で始めたんですけれども感染者の発生があまり望ましくないフェーズ2 になるのにふさわしくないということを発見しましたでもそれと同時に経済活動も再開しなくてはならないわけです一つの要素としてはワシントンの州税がかなり逆進的な税構造になっておりますかなり州の税収は売上税に対する依存度が高いですから経済活動が再開しないと結局州に対する税収が劇的に減る もうほとんど切断されることになるわけです、その収入源が。そこで柔軟な措置をとりました。ですので、キング軍はフェーズ2に移行するのではなく、フェーズ1.5に移行しました。そそしてそこでまず地域住民の 健康を最優先事項としました。現在ではフェース2に進んでいます。でも。感染者数に関しては上昇が続いています。そこで、インスリー知事は宣言を発出して停止を発表いたしました。この政策が導入された時は、フェーズから次のフェーズには大体3週間で移るっていうのが前提だったんです。 それはデータとか情報に基づいて移行するだろうという前提をとっていました。インスリー知事はところが2週間でまずフェーズに関して停止をすると決定してその後3週間さらに停止を延長することを感染者数の増加を受けて決定しました。ストップ によりますとヘイト事象が2000件以上アジア系アメリカ人を標的として通報報告されているということです新型コロナに関連してキング軍ではどうですか我が軍も決して例外ではありませんこの国のあるいは州の他の地域社会と同様です私自身の選挙区及びベルビュー地区におきまして 警察署は？こういった通報専門のホームページを立ち上げました。ワシントン州は州法の中でヘイトクライムに関して明示的に定めています。 触れていますですから州法にあるっていうことはやはり法執行担当者にとっても大きな送り風となっておりましてその通報システムを立ち上げることができましたいろんな平等事象対象の政策も進められておりますまた法廷がほとんど閉鎖状態であるのでそういったような対応をせざるを得ない状況ですよって 各自治体と連携を取りまた NPO と協力することによってまず1点目として市民教育をきちんと行うということとそれと並行して通報を 制度を整備するということと2点目に方針交換が十分平等事象分野においての検証を受けるようにしておりますえ事件に対応しなくてはならない時に緊張緩和の術を分かっているようにするそして関係当事者がどういう影響が及ぶかということを理解させることができるような方式交換を育てていますえ世界がジョージ・フロイド氏の死亡及び抗議運動を 目の当たりにして反応を巻き起こしていますけれどもベルビューキング軍においてはどういう反応が起きていますか世界の皆様がまたシアトルの別の側面をも知ってほしいと思いますチョップキャピタルヒールオーガナイズドプロテストがチャズキャピタルヒールオートノマスゾーンになって バリケードにはなっていないんですけどもまだ東シアトル警察管区は全面的に機能を再開しているわけではなくいまだに門戸を閉ざしたままです。我々は多くの地域社会と同じような対応をしたと思います。まず もちろん信念を持って行動をとったということとあとそれと同時にやはり人種差別的な制度がアメリカ合衆国において根強く残っているということが露呈しましたさらに我々がずいぶん前から行っている会話特に人権紙面権を求める声が ああ再び注目を浴びるようになっていてアメリカにおける人種差別に対する議論が高まったと言えましょう私どもまだ回答を見つけたわけではありません警察の予算打ち切りへの呼びかけがありますもうほとんど毎日シアトルでは また、キング軍においては抗議活動が行われております。私の住んでいるベルビュー地区において、えー、この活動のリーダーシップを取っているのは学生たちです。本当にそれを私は誇りに思っています。ご存知かもしれませんけれども、以前私は教育委員会の理事を務めていた経緯がありまして、えー、彼らと会って彼らの話を聞く。そして、 彼らが今指導者としてその活動を先導しているということは本当に誇りです。学校は向上と繁栄の場になるように恐怖に取りつかれて学習の機会を失われることがないように彼らは運動しているのです。ですから私は彼らの味方です。また、ワシントン州下院議員 の民主党総会民主党部会におきましては具体的に人種差別に対する対応を議題として取り上げて議論をしていますそして地元の改革からまずは始めようという議論をしておりますそういった中で議長が人種平等評議会を 党員部会の中に設けるように呼びかけて人種差別的な制度が固定化しないようにしなくてはならないというメッセージを発出しております。特に政策を決定する組織においてはそれが大切だと何百万人にも影響を及ぼすのだからということです。アジア系アジ系メリカ人 あなたたののの州民の人たちもブララック・イブスマーターに参加していいますかはい、もちろん参加しています。それもまたアジア系アメリカ人の州議員として誇りに思っています。我々のコミュニティは強くまとまってそういう活動をして私も誇りに思っております。今の新型コロナのパンデミック及びブラック・ライブズ・マーターの 運動が世界を劇的に変えましたアメリカ世界は今後どういう方向に向かうと思いますか、まあ、いろんな問題と同様にそれについては考えなくてはならないと思うんですけれども医療従事者の立場からちょっとその点について考えてみたいと思います。多くの 患者症状を持っている患者に直面した時に患者の声を聞くっていうこと本当に症状があるっていうことを信じるっていうことが大切だと思います。患者は自分にこういう症状があるんだと言っている場合においてはその患者が言っていることを信じることが大切だと思います。それは認識することの大切さであります。その次に そのデータを分析して情報をちゃんと解析することが大切です。一連の既にある情報を持って医学分野においてはそれを鑑別診断と呼んでいるんですけれどもそれを下すということです。 人種差別なんて存在しないと思っている人がいるからこんな話をしているんですいろんな分野にそういう差別は存在して例えばその一つがカラリズムであります肌の色が濃いと肉体労働者と見られがちそして肌の色が薄いと教育を受けた階級と見られるというカラリズムです そのカラリズムだけではなく階級差別主義も世界中に蔓延しております。アメリカではそれが人種差別として形を表しております。診断を下してまあ名前は人種差別でも階級差別でもカでもカラリズム。 でもいいんですけれどもそういったイズム主義を全部洗い出さなくてはなりませんそして治療法を考えることが必要でありますでも治療法を考えるにしてもやはり問題があるっていうことを認識しないとダメそしてそれを受け止めるまで治療法を考えることはできないわけです それはは解決しなななくてはならいない問題ととと受け止めるということです新型コロナウイルスは傷口を隠すためにそれまで貼られていた絆創そを全て剥がしました我々の地域社会においては何世代にもわたって傷があったけれども絆創そで隠されていたんですそれが剥がされました私は希望を持っています。 これで我々は進歩できるともっと包摂的なコミュニティになることができるんだと思っています全国規模あるいは地球規模の課題であったとしても一つにまとまって本当にお互いを人間として見ることができれば できると思いますそれができないと才能を無駄にしてしまいます。バリアや障壁だけ作ってしまうと潜在能力があるのに発揮できない人が増えてしまいます。肌の色が濃いからといって結局そのポテンシャルがあるのにより良い世界を作るためその才能を貢献することができなくなってしまいます。ありがとうございました。 今後、来年2021年の衆議院にとって何が課題だと思いますかもう絶対的に予算です。<laughs> おそらくそれが最も大きな課題になるであろうと私は考えます。<laughs> ただ私、まあ、一般論としてオプチミストです我々にとって解決できない問題ってないと思うんです一つの声にまとまればはっきりと優先事項をつければそして市民をまとめれば解決できると思うんです私は非常に楽観主義です その一つの原因は難民だったっていう経験があるから難民としてアメリカに来たのでそういう見方をするようになりましたつまりルーツのないこの国に難民として移ってきたわけです全く言葉あるいは国の制度も知らずしてきましたとにかく頑張り続けて 頑張ればどんな課題であっても問題であっても解決できると信じていましたそして私にできるのであればあと98人も優秀なる会員の仲間たちがいるんだから我々みんな結束すればできるんだと信じています。 ですので2021年になっても同じような気持ち価値観で邁進したいと思いますつまりあらゆる課題に対して愛で取り組むということ十分に地域住民の人たちを愛していればいろんな課題を克服できる解決できると思います。<laughs> どうもありがとうございましたどうもありがとうございます民林大会議員いやこちらこそどうもありがとうございますあなたとワシントンでどんなことが起きているか話すことができて嬉しかったです 他の衆院議員もこのようなチャンスを捉えて我々が学んだことそして直面している課題について共有してくれることを願っておりますまた教会で留まる必要はないんです州の教会とか国境があるからそこで留まる必要はないと思いますやはり我々みんな人類の仲間なんですですから本当の意味でグローバル化 を利用しましょうそしてバリアを壊しましょう。